Get ready. Hey, cover! Kazumo wa ii? Round one, fight! はいはい、リゲーにしましたっていうか、まあ、いつも通りじゃないですけど、三で、はい、1位同士で抜けやるって感じですね。前回は誰が優勝したんだっけ？前回っていうか去年、今年最後になりますからね。コンバージョン最後になってほしいですね、これは。コンバージョン最後になってほしいです。何回も言いますよ、コンバージョン最後になってほしいですね、これが。はい、100回ぐらい言います。はい、あれ18号さんいなかったんだっけ、去年いなかったよね。なんかデルガー優勝したんだよね、確か。今回は18号がいるのでちょっと分かんないですね。デルさんが2回事故じゃねえや、あの2連覇するかちょっと見ものですね。次は1日なの？次は1日なのかな？一発目、新年一発目。うん、そうだよね。金曜日が30だから、31、どう？日曜日、そうっす、そうなりますね。はい。これ終わったらでやりますか？Nice fight. See you. いやー、格ゲーの世界にもね、道徳的に大丈夫かどうかみたいな、そういう戦術があります。はい、というわけでね、ワンピーサイド、天宮さんのブレア、ツーピーサイド、18号さんのジャック。
それぞれね、スカイダンサーとインフィニティですね。さあ開幕様子を見ていってファーストアタックを取っていくのが雨宮さんのブレア。さあめっくりが入って、いや今の正面裏落ちだったな。ワンコンボね、軽く入ったところだが、ライトニングに使ったところを小中ダッシュアッパーが、ダッシュストレートからのアッパー、しかしこれはコンボを落としてしまう。ただ堅実にダメージを取っている。さあ今のスカイダンサーのジャンプをしっかりアッパーで落として、そのまま読み合いからのコンボ。どうして？ラウンド2ファイト。ここで投げていって画面端に追い詰めて、いや行かない、まだ行かない。シュートキック、小中シュートキックからつながってライトニングからフェアリーと置き止めを投げていく。受け身を取ったところなので投げ無敵はない。スライディングアロー、この手刀からの、ね、攻めの展開が熱いですね。さあジャンプ、垂直ジャンプで落としていって、ダッシュからガードしていく。そこをスカーフに投げていくが、これはアッパー使ったところ、そうですね、空中で今のは連続技にならないタイミングだった感じですかね。さあこれは当たってしまってイリュション発動、そしてアッパーからのアッパー、そしてピーちゃんからもう一回当たってこのヘリだ。サッカーボール効く、まだ削りに削り殺してはいない。あーこれは届かなかったですね。届いていたらという感じですか。集団攻撃、あれがダッシュレバーなんですけど、さあ開幕、まずはイリューション削っていく。おっ、クズヒット、アッパーの空振ったところ、さらに攻め込むところでしたけど、再びの飛び込みはしっかりアッパーで落とされる。さあこの勝ち台パンからの攻めの展開が強い。さあ終わってみれば 3-1 で18号さんの勝利。あなたのことは忘れた。あ、今赤ペン持っていきます。じゃあ次雨宮さんと夜なんとかさんですかね。 3-1 で18号さん勝利、雨宮さんとね。はい、じゃあ夜さんと雨宮さんお願いします。今画面に映ってるのはヨルさんのプルム。Here comes a new challenger. マッチングして 1P サイドに雨宮さんのブレア、 2P 側にヨルさんのプルム、スカイダンサーと忍びとなりました。雨宮さんはね、スカイダンサーのね、軌道を生かした置き攻め、表裏わからん表裏をね、いろんなところからのセットプレーでね、やってきますね。まあ、変わりなく投げていって、まずファーストアタックを取っていくのがヨルさんのプルム。そしてゴーストも発動しましたね。ただまず EX アローも発動、まずお互い一つずつね、合議を発動させていきました。さあめくり蹴りからレスアルカーナでダメージを稼いで、お
と投げは抜けていって、さあ橋の上展開していく。さあうまく割ってダッシュでなんとか橋から逃げようとするが、ここでさあコンボついて大きさめ、さあ動こうとしたところに刺さった感じ。あとヨナさんが1本取っていって2ラウンド目もファーストアタックは取っていく。ダッシュが刺さってエサールカーナまで投げようとしたところ、しかしこれは飛びが刺さんなかった。この状況でブレアの方はイリューションが発動した。スカイダンサー浮かして、あこれは繋がんなかったけども、攻めの展開としてはね全然、すごい難しいですからね、あれ空中で拾えるとねあのさらにここ伸びるんですけどね。あっこれは空中ドリルからね裏かと思ったら空中ドリルで強引に表に落ちるっていう。ヨルさん2本取っていって、いくよ投げ、中盤で相手の動きを強引に抑え込んでいって、あ今の読み切っていたかね、しゃがみアップ当たりましたね。このまま画面走ってシュートキックが刺さってフェアリスピア起き上がりの飛んでいたところ、しっかり空中コンボ差し込んでいく、素晴らしい。さあ今度はファーストアタック取っていくのは天宮さんの方、あと中からシュートキック入ってここは画面走イリューション発動、これはと今めくれなかった。ドライグラムからこれは拾えなかった。さあフルームの猛攻から逃げようとしたが、また画面端これは中断、しかしガードして、しっかり岩佐でライトニングに出したのに中断刺さって、もう 3-1 でヨルさんの勝利。早く帽子さん見つけなよ。あそこじゃないですねヨルさん、あそうですねそこですね。ワンピーサイドヨルさんのプルム、ツーピーサイド18号さんのジャック、防御はそれぞれ忍びとインフィニティとなっております。忍びは直接火力を上げる合議はないんですけども、ガードキャンセルとイリューション、そして、姿をね消すことができる忍びでね、攻めを展開しているそういう合議となってます。開幕まずダメージを取っていくのがプルムさんの、あヨルさんのプルム、これで投げて大きめジャンプ中盤から投げがスカッてしまって逆に投げられる、そしてゴースト発動、中小中のバットがバットの出かがりコンボ入ってで、ね、小中大ストレートからアップか、そしてサッカーボールからさらにコンボがつながって、あの立ち強パンチのボディーブローみたいな技が強い、基本的にガードさせて有利です。あこれはいや今のよく しっかり捉えた、エネルキックに対してしっかりねジャックアッパーで相手もできました。あ中盤バットでダウン取って起き攻め、さあこれは後ろに下がろうとしたところをダッシュで切り返される。
はジャンプ中パンチ、すからせてからの投げ、置き攻め、ジャンプ中キックからガードをガードさせていって中パンバット、そしてさあこれはハードアタック、ハードアタックジャックアッパーからコンボ決めていって、ジャックアッパーこれは倒しきれるでしょう。さあ2本取っていった状況を夜さんピンチ、さあ中中からジャックアッパーサッカーボールでイリューションを消して、でイリューションなくなったところワンコンボでやばい状況、さああの中盤が強い、これは出してしまった、フラフラを出してしまってそのまま打ち上げ、ジャンプ大パン刺さって 3-0 で18-5の勝利です。決勝進出おめでとうございます。はい、じゃあ B ブロックの方いきますね。中パンをしたいだけだった。じゃあ、クミさんとゼルさんからですね。はい、18号さんに変わります。はい、 B ブロックですね。いや、あのプルム対ジャックはね、結構ジャックの中パンで詰んじゃうんですよね。もう中盤だけあればコンボもできる。さあ B ブロックいきましょう。1試合目は 1P 側クミシャロンで 2P 側ゼルロッソですね。去年の12月優勝者はゼルさん、今年の大会誰が一番優勝してんだろうな。覚悟はいいね、直進あるの。今年の大会誰が一番優勝してるんですかね。俺結構取れてないことが多いんで、その時って結構エンテさん優勝してます。そうでもない、クミさん。あー、さあということで、じゃあクミさん優勝候補ですね。ゴーギが、まあクミさんのサロンはいつもサンダーボルトなんで、ゲルさんが、ナイトメア、貧弱な魂。ラウンド2ファイト。ほら、なんとか組さん側、まあ、基本的にこの戦いはシャロン側がねやっぱり有利になるんで、ロッソがどうやってシャロンの銃をかいかぐって近づくかっていうところが肝ですね。こうシャロンジャンプも速いし銃もあって制空権あるし、なので基本的にシャロンが攻めてそれに対してゼロロストがいなすみたいな戦いなので、しっかり対決して、これ画面端 S ドレインが今ここで3分の2、あと 2コンボでいけそうですね。投げでもいいと思う、コンボじゃなくても今のめくりよくガードしたな。すげえよ、わーっとこっちだ、まあ、弾一発あるんで、あーっとしっかりガードして、どこで割り込む、そこで割り込んだか、ため息食らって、さあどうする、うまい、空対空も潰せるジャンプ大キックですね。まああれロストの強みですよね、ジャンプ大キックは二段技。さあ漏れて、あのエオールにね付き合おうとするとダメです。エオール見たらしゃがみ5番、エオール見たらしゃがみ5番、エオール見たらしゃがみ5番、
シャロンのしゃがみコパンだったら落ちます。あ、これ画面端クミさんの体力がなくなってきて、うわー、しっかり対抗していく。さあ、お互いあと一発圏内だが、これは削りで確定。おお、ダメだ、あのシャロンだ。あ、すごい。さあ、弾がなくてワープ投げ。もっと楽しませてよ。ファイナルラウンド、これでフルラウンド。あ、通常投げが減る、通常投げが減る。しかもね、シャロンがのゲージまで吸い付きもしますからね。こうシャロンがスパコンをね出せなくなっちゃうんですよね。さあ、ここ削っていくが、どうする？ガードをして、もうここもガードが入って、えぐい削る量だな。あ、通常投げ入っちゃって、これは、あー、削っていく。あー、すごい。もうシャロンの、ね、ゲージをたくさん吸ってね、ロストがたくさんゲージ吐いて。あ、ガーキャンないと結構厳しいですね。3-2でゼルさんの勝利。続いて、じゃあクミさんとエテンさん。ここでクミさんが勝っていくと三つどもえの可能性が出てきます。さあ、 1P 側は先ほどと同じクミシャロン、サンダーボルト、 2P 側エンテイテリーは毎度おなじみファンタジスタですね。さあ、このリバーサルの読み合いにどう勝っていくか、もしくはリバーサルの読み合いを全拒否していくかですね。さあ、リバーサルになってないのでここは美味しいところ。先にダメージ取っていくのはクミシャロン、いいですね。さあ、これで、あ、すごいリバーサコマ投げで。そう、このね、リバーサクラックシュートがね、音がめすんのが難しいんですよね。まあ、なのでどっちを読むかやるか、読んで最大のお釣りを入れるっていうのが一番楽な勝ち方です。もっと楽しませてよ。さあ、1ラウンド目クミシャロン、先にね1ラウンド目取ると結構ねこの手で楽になったりします。これはそのしっかり出して決めてくる、うまい。ゲージも入ってライジングダックル締め。さあ、ここはシャロン側前でなきゃいけないが、そのところでねやっぱテリーがね前出てくるとね、これは最近エンテイさんのやってるあの戦法ですね。あのリバーサルに弱して、相手がダッシュしたくなったところに先にダッシュを入れると。しっかりゲージ吐いて減るな。惜しい。そう、テレポートね。あー、乗っけられた。テレポートね、一応パワーウェーブ透かしながら攪拌取れるんですけど、まあ、タイミングはなかなか難しいんだよね。これで2-1、テリーがリーチ。まあ、リバーサゲージもそこそこあるんで、まあ、そんな無理しないでしょう。これはおそらく3ゲージ払っていくのかな。バンバンと、お、1ゲージ残していく。おお、通常ないから お見合い。さあ、なんとかクミシャロン、あー、しっかり
ダッシュコア刺して、さあリバーサが怖いよね、リバーサ怖いよね。これは削りモードに入ったので終わりです。すごくない今の今のシャトルコンビネーション、後光だよね。あ、シャロンスペシャルか、シャトルコンビネーション、3-1だよね。3-1で炎帝さんの勝利。ゼルさんと炎帝さんで勝った方が1位抜け。そうバスタウルフね、このゲームのスパコンの中で2番目に長いのかな。ちょあんま比べたことないから分かんないんだけど、あ、あまあそうね、距離が遠くなると発生フレームがね変わるから。さあこれが B ブロックの決勝戦、 1P がゼルロッソ、あ、今回ラプターですね。対するエンテテリーは先ほどと同じ選択でした。あーこれも、あ、ファンタジスタ相手だとロッソはまだ戦いやすいんですよね。あのハンティングしとけば、あのリバースパワーゲージは食らわないんで。あ、しっかりゲージ入っていく。ただロッソのハンティングが溜まっていない。これ溜め始めた。しっかりダメージ取って、そうですね、リレーをしないでしっかり 3段打ち切る。あっとここでテリーのダッシュチュアシュが入って、まあゲージ多分払うでしょう。払わない、払っとけばこの流れで勝っていた。貧弱な魂、ワンラウンド目はゼルロスト。すごいバンナクルが見えたぞ。さあどうする、ゼルさんいいですね。ゼルさんダッシュの、あの相手見ながらダッシュしてますね。さあここはトリカゴ、一番テリが強いですね今この状態。パワーウェーブさせて、ただロッソはエオールで避けれるんで他のキャラよりは対処がしやすい。あ、飛び道具当てみしちゃったらダメですけどね。さあこれで 1-1、 ペースとしてはゼルロストペース。あっとすごい、あーなるほどね、まあ確かにね、ロスト側は無敵技がないんで、まあ、しゃがみ中盤重ねるのは確かに安定かもしれない。さあそれにも飲まれちゃダメだ、それに飲まれちゃダメだ、あーダメだこれはちょっと当たってって、まああと少しだが、うん、やる貧弱な魂だ。いろいろありましたね。一応密着からのジャンプジャッキー、ハンティングジャンプジャッキーか、当たるんすね。まあ当たるキャラと当たんないキャラいそうだな。ただ先にリーチを取るのはゼルロスト、まあ、ここはまだ4しかないんで、まあゲージはそうですね確保して、ちょっとリバーサルゲージを多分溜めつつ3ラウンド目に行けるのがテリー側が一番楽な展開。さあこれロスト側はゲージを多分貯めるでしょう。で相手に技をガードさせない、そうですね正解です。まあこのこっから取りに行くのかなりきついですからね、テリーいつでも削り殺せる状況だから。
おっとジャンプジャックキックが、これでイルーションが発動する。惜しい、これはガードして、うわジャイキックが置いてある。あーっと漏れてしまった、これはちょっと致命傷か。まあ、もちろんこれはゲージ払いますね。あ、払わない。最終ラウンドでゲージを残す。なぜだ。さあ置き攻めが投げ放って、これでゴブ。あー中段さばき、しっかり決めていくのゼロロスト。いやエンテさん、あれゲージ払ってもう少しね体力差を持たせた方が、結局だってさゲージはリバーサル増えるから。うん、あーなるほどね。さあ3-2でゼルロッソが勝利。じゃあ決勝戦ですね、18号対ゼルです。エンテさんにマイクお願いします。そうそうそう、どうせ次のリバーサーでゲージがたまるんだけど、選択肢にパワーゲイザーとバスターウルフの選択肢を用意したかったっていうのと、あとどうせ次ダッシュ値壊し当たればどうせ倒せるからみたいな、全部込み込みで一応考えたんですけどね。マッチーさんもね、店着いたということで、じゃあこれ終わった後マッチーさんとマッチーさんと決定戦やりますか。だってワンピサイド、ロッソゼルさんのロッソステルスラプター、ツーピサイド18号さんのインフィニティジャック、18号さんは現在、明け唯一のマスターです。クミさんがマスターになってんだけど、もうマスター戦がどうしても発生してしまうんで、アッパーからこれはゲージを増やしていく、ゲージ回収コンボでゲージ1本あっという間に溜まっていく。おっ、大きく刺さって中盤バット。どうして？ラウンド2ファイト。違うな、大パンパットか、ただ下大パンパットか、下大パンサッカーボールからアッパーは耐えらないが、さあここでゼルさんの逆襲、ハンティングダッシュがもう間もなく、もう間もなくお届け。さあこれが強いけど2段目が刺さらなかった、ラップアッパーからダダイパンサッカー、これはちょっと下に落ちすぎたな。しかしそれでもジャックが2本取っていく。これはなんで当たるんだ今の位置から。今のは逆側の肩だろ、どうしてこれが当たるみたいな。さあここで一回のため息欲しい、その橋はため息かいかにか。ラプターで襲いかかる、しかしここで血足が刺さってしまう、ゲージがないのでここはゲージ回収コン、そして投げに対してリバーサルで翼投げていく、大きさはどうする、
ダッシュアッパーから、エオールじゃない、エオールじゃなかった。貧弱な魂、さあエオールを読み切ってダッシュアッパーだったんだが、これはバット貧弱アッパー刺さって運んでいく。中間が強い。ここで中足素直にいった。もう一回当てて、さあワンコンボで死ぬか。ゲージを一本残した状態でまだまだ分からない。あーサッカーボールキックのかかとが刺さった。勝ったのは18号さん、優勝おめでとうございます。